皆さんこんにちは。でっかいウーファーはいかにも低音が出そうな感じしますね。小さいウーファーで低音を出すのは無理なのでしょうか。今回はこれを取り上げていきます。ウーファーの低音再生で重要なのは高系と最低共振周波数 F0 です。ウーファーの低域再生限界はこの F0 で決まります。このスペックはユニットのカタログに書いてあります。例えばこの商品では 32Hz って書いてますね。インピダンス特性のピークがこれに相当してます。ウーファーの低域再生限界は F0 で決まる。そういう話ですと口径10センチも38センチも F0 が同じなら同じ低い低音が出るってことになります。理論上はそうですが実際はそうではありません。その理由を見ていきましょう。小さなスピーカーから出た低音は少し離れると聞こえません。中高音だけ聞こえる結果になります。この原因はバッフルのサイズが小さいことです。ちなみにバッフルというのはスピーカー正面の板です。これでいくとこの部分です。この短辺の大きさが重要です。これより波長の長い低音はスピーカーの後ろ側に回り込んでしまいますから、その分正面の音圧が減ります。中高音はバッフルより前方に放射されます。これがスピーカーから離れると低音が減って中高音だけ聞こえる理由です。小さなウーファーで低音を出すためには振幅が必要です。口径半分ごとに4倍ですから、例えば口径10センチで38センチと同じ音量を出すにはなんと14倍になります。振幅は周波数が低くなっても増えます。周波数半分ごとに4倍ですから F0 を下げることは容易ではありません。振幅が増えると歪みがどんどん増えていきます。スピーカーの振幅には限界がありますから、10センチで38センチ並みの低い音を出そうとすると小さな音しか出ません。そこでボリュームを上げても歪みが聞こえるだけになります。小さなウーファーで低音を出すことがいかに難しいかがわかります。低音を補う手段にバスレフがあります。ご覧の穴がその機構です。うまく設計すると歪みを減らして低域再生限界を F0 から2割くらい下に伸ばすことができます。バスレフポートにはエッジやダンパーがないので振幅に制限がありません。このバスレフポートは出入り口が滑らかになってますね。これは大振幅で出入りする空気の流れをスムースにするためです。こちらのポートには気流の流れを減らす工夫が見られます。一見いい方式に見えますが、バスレフにはいくつかの欠点があります。その一つに音が遅れることがあります。バスレフで音を出す原理は共鳴ですから、音の成長と減衰に時間がかかります。これはバスレフポートから出てくる音の遅れを測った結果です。製品によってだいぶ違いますね。 F0C はウーファーの最大遅れです。基本的に遅れが大きいほど大きく共鳴させてますので低音がよく出ます。この中では一番上が最も低音がよく出ますが、遅れ率が1を超えてますから、まるまる一周期遅れた音が出てくるわけです。
バスレフで低音を増やせるのは確かですが、遅れのある低音を付け足していることに注意がいります。これまでの説明では小口径で大口径並みの低音を出すことは難しいとしてきました。ですがウーファーに近づけば話は違ってきます。例えば口径13センチのウーファーもここまで近づけば見かけのサイズが38センチと同じです。近づくと音圧が上がりますから、その分ボリュームを小さくできます。つまり振幅が減って歪みを減らすことができるんです。ウーファーに近づけばこれまで説明してきた小口径の欠点を改善できるんですね。オープンエア型のヘッドホンはその一つの例です。トールボーイではウーファーが2個付いた製品を目にします。このメリットは同じ音量を半分の振幅で出せることです。つまり振幅が減って歪みを減らすことができるというわけです。低音の再生限界は F0 で決まってますからシングルと変わりません。ダブルだから低音がよく出るというわけではないんです。欠点は音源が縦に大きくなることで音像が拡大することです。ホームシアターならあまり問題にならないでしょう。サブウーファーを併用するならダブルは必要ありません。メインスピーカーの低音をカットすることはダブル以上に歪みを減らせるからです。ウーファーの振動板は紙のほか金属やポリプロピレン、カーボンやアラミド繊維などが使われていますが、これらは低音にどう関係するのでしょう。ダイナミックスピーカーは低い周波数でピストン運動し、高い周波数で分割振動します。素材による音の違いは分割振動によって出てきます。例えばカーボンやアラミド繊維を使ったコーンはプラスチックで固めてますから、高い周波数まで使うとプラスチック臭い癖が目立つでしょう。ピストン振動する領域だけ使えばウーファーの素材が何であれ音色はすべて同じになります。つまり低音の音色に素材は関係ありません。ウーファーのコーンには昔から紙が多く使われています。紙より部分的に勝る素材は多くありますが、紙が未だによく使われるのは音の癖が少ないことも含めて総合的なバランスがいいからでしょう。小さいウーファーに大口径並みの低音は期待できません。振幅が極端に増えますから小さい音しか出ません。ボリュームを上げれば歪みが増えるだけです。バスレフで補う低音は遅れのある低音です。どっちにしても質のいい低音再生は望めません。振動板に近づけば小口径でも低音を聞けます。スピーカーに近づけば音圧が上昇するので問題だった振幅を小さくできます。オープンエア型のヘッドホンはその一つの例です。ダブルウーファーにするメリットはシングルより歪みを少なくできることです。これは同じ音圧を半分の振幅で出せるためです。低域の再生限界はシングルと同じです。ダブルだから低音がよく出るというわけではないんです。ホームシアターなんかでサブウーファーを併用する場合はシングルで十分です。振動板の素材にはカーボンやアラミドなどいろいろありますが、低音の音色に素材は関係ありません。紙は最もバランスのいい素材の一つです。結局低音を出したかったら口径を大きくするしかありません。小口径で低音が出るスピーカーは歪みが大きいか
遅れが大きいかのどっちかの欠点があるはずです。ご視聴ありがとうございました。